YouTube でアップして、お客様とつながろうっていうふうに考えたんですよね。もうコロナの影響が3年間もあったから、コンサートもできなかったよね。まあそろそろできるようにはなってきたんですけどね。まあそれで YouTube でお客様が、だからね、遠くからお越しのお客さんでもね、問題ないですよね。スマホでもいいから田村まさか検索したらね、私の YouTube 出てきますから、田村まさかさんも出てきますけど一緒に出てきます。まあそういうわけで、まずはピアノからお楽しみください。田村まさか賞お付き合いください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ピアノが2つあるんです。すごいでしょ。こんなホテルないと思いますよね。両方使いますからね、お楽しみに。この静かな時に、いい曲を一曲弾いて、そうだそうだ、今日はね、ベートーベンのね、悲壮ソナタっていうのがあるんですよね。それの2楽章がとても綺麗なセクションなんでやっていきたいと思います。もう悲壮ソナタっていうタイトルとはね、別にね、2楽章はもう希望さえ感じさせるようなすごく綺麗な、セクションだからね、聴いてください。まずはピアノ1曲やります。Thank you.
な人たくさんいて、私がねプロになれたのはさっき言ったこのオカリナなんです。ただいまからオカリナのコンサートね。オカリナみんな知ってるでしょ。あの宗次郎さんが活躍しましたからね。だけどねこのコンサートやって本当によく聞くのは、いやオカリナの音初めて聞いたよね。あのそんな楽器なんです。楽器、うん、楽器じゃないです。おもちゃ、おもちゃね。だって安いんだもん。めちゃくちゃ安いよね。楽器屋さん行ってみてください。7000円ぐらいですよね。まあプラスチックのものは1000円ぐらいで売ってるけどね。まあそんなものは使い物にならないけどね。まあそういうわけで、さあ、さっきちょっとアナウンスして、いやその後から来てくれた人もいるんだけど、田村正香って言います。あの音楽家だったんだけど15年ほど前にね、あのなんでこんなことになったかっていう話なんだけど、あのラジオ局の、控え室でねモノマネ芸人さんと一緒になって、まあ、あのお話ししておったらね、私の声が似てるから一緒にモノマネやりませんかって言うのね。へえそうなんだと思ってね、まあそうやって言うわけだから、あの当時人気だったの古畑任三郎ね、やってみたんです。任三郎ですって言ったらね、お客さんえらい喜んでる。もうピアノでもらう拍手と全然違うね。いやモノマネって面白いなね。とでやりだしました。田村正香。一応一文字だけ遠慮してます。図がない。覚えやすいでしょ、ね。まあ、そういうわけでね、そうやってやってたらね、世の中の反応すごくありがたかった。もう全国各地のイベントに呼ばれて、東京、大阪、九州、鹿児島とかね、あちこち呼ばれて、テレビにも出るよ。これから楽しくなるなと思ってたんだけど、ならなかったんだよね。だってみんな知ってる、コロナになっちゃったんでね、世の中が。コロナになったらコンサート一切なし、ね、それはしょうがない。本当にあの結婚披露宴もなし、ね、子供たちが頑張ってほら大学に入ります。経験した方はいませんからね。学校なんか来なくたっていいよ、ね、リモートでいいよ。東京あたりの会社勤めてる人、会社なんか来なくたっていいよ、ね、私たち音楽家はコンサートができない、ね、やりたくてもできない。だからこうやってカメラで撮って YouTube にアップした、ね、遠くからお越しのお客さんいっぱいいらっしゃると思うんだけど、田村まさかさえ覚えて帰ったらいいです。まあそういうわけで、ただねやっぱりその3年間っていうのはね、そのな音楽をまあその聞くそのね感覚を持った人にとってはね、この3年間ないわけだから、まあしばらくおいしいもの食べてないなってぐらいの感覚だと思うね。だからやっぱりね、私はまあ一応音楽家だから生の音を届けします。今ピアノ一つやりました。でもあとはオカリナです。こんなおもちゃがねとても素敵なんです。そしてオカリナを私始めた頃はね、カラオケを使っておった。で、みんなもよく使いますよ、カラオケね。今は割と簡単にあのコンピューターでカラオケが作れるからね、やっておったんだけども、このピアノをいただいてね、もうピアノ伴奏でやることにしました、ね。多少ピアノが弾けるからね。ただね、オカリナを吹くときに手が塞がっちゃうんですよね。手が塞がったらピアノ弾けないじゃないですかね。どうやったらいいのってね、いい解決策があるんです。これ自動演奏機能ですよ。あらかじめね、伴奏を弾いたら、その通り再現します。というわけで、私のコピーロボット、ね、ロボットじゃないな、ハリボテ、もうね、こんなコンサートやってる人間、誰もいないと思うよ。本当に、ね、まあ、本当に人から自慢なんだけど、ね、まあ、言ったってこんなピアノ持ち歩けないからね、まあ、ここでしかできないんだけど、これはまあコロナの、副産物ですね。さて、いろんな、曲をやりたいなと思うんだけど、これからいこうか。ちょっとクラシックからになっちゃうけど、シューベルトのアベマリアからいきたいと思います。このねピアノ伴奏がねちゃんと鍵盤が動くから、それも楽しみにしておいてくださいね。シューベルトのアベマリア、thank you.
おもちゃがよかった、いや私もよかったんだよこれね。20年ぐらい前にね、その森のコンサートっていう企画に呼ばれた時にね、ギター持っていきましょうか、電子ピアノ持っていきましょうかって言ったら、主催者がそんな普通の楽器ダメだって言うんでね、何だったらいいのってね、何やってきたのって言ったらね、尺八とか雅楽のショーとかね、いや参ったなと思って、その時に思いついたのがこれ、安いしね、そして吹いたら音出るね、簡単な楽器です。まあ楽器っていうのはおもちゃなんでね、まあ、だけどおもちゃなんだけど、いろんな曲が表現できたんだなっていうことでね、今日はその、オカリナのバリエーションでいろいろいろんな種類がありますから、まあ楽しみにしてて、まあちょっと最初クラシックが続いちゃって硬くなっちゃうかもしれないけど、もう一つ、シューベルトのセレナーデ、お聴きください。
これじゃないとちょっとできないんで、もし間違えたらごめんなさいね。これね、ジュクブっていう曲があるんですよ。やってみたいと思います。Thank you.
でいいから、お客様の心当たりの曲があったらね、言ってみてください。あればやるし、なければすぐ伴奏また作っていきますからね。明日また来てください、そしたらね。というわけで、ね、だから YouTube で発表しますからね。あ、いろんなリクエスト。あ、今日調べて聴きた曲もあったんだよね。マイウェイ、まあちょっと準備ね。いや、時間があったらいいのか。時間はなかなか余らないんだけど。次はね、これまた難しい曲だな。やろうかな。どうしようかな。人気があるからやっていきたいと思いますね。博士ってあるもの、情熱タイプ。これどうするの、まあいいや、やってみよう。
感じの曲の方が合うんだよね。そんな気がします。だからお客様、明日からやってみたらいいかもしれません。はい、次、リクエストいただいて、あ、お客様好きな曲があってね、まあ、次いろいろありますけど、次はさだまさしさん、精霊流し。Thank you.
お時間がね、10分切っちゃったんで、あと2曲ぐらいしかできないかな。あ、そうそう、この東北海道にね、よく来ていただきました。本州から来る人がまあ多いんだけど、本州からね、北海道に行くのはね、まあ、大概はね、最初はの札幌とか函館とかね、この道東を狙うっていうのはね、まあ、お客様にいろんな話聞くと、まあ、やっぱり旅慣れた人が多いね、まあ、つわものが多いと思うんだけど、よくこの東北海道に来ていただきました。ね、まあ、もし、初めての北海道でこっちを狙ったっていう人がいたら、やっぱりセンスがあると思いますよ。ね、よく来ていただきました。そういうわけで、その東北海道にちなんだ知床旅情をやっていきたいと思います。
いよいよもう最後の曲になりますね。今日もご縁をいただいてありがとう。最後の曲何しようかな。懐かしい曲やります。見たところ大人が多いんで大人は分かると思います。これって歌手誰だったかな。白い色は恋人の色、これ誰かね、まあちょっと忘れた。まあでもいい曲です。白い色は恋人の色、懐かしいかと思います。しまったけどね、またお会いしましょう。田村でした。ありがとうございます。